皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年3月14日、15時何分、まあ、結局、眠れなかったんですけども、先ほど、まあ、昼ご飯、もう少ししたら食べて、まあ、また外に出て歩いてみようかなと思います。まあ、これは佳子様へのメッセージで、まあ、ほとんどあの時間経過的に、まあ、ちょっとまあパソコンの方を見てもらったら分かると思うんですけども、動画アップロードしてその着信設定をしてすぐ見られてる方っていうのはまずほとんどいないんですよ。で、これがね、ちょっと待ってください。まあ、これが視聴回数なんですけども、これもね、公開したのが、まあ、これはね、昼ぐらいですね、今日ので。まあ、こちらは、まあ、本日の午前中ですね、この辺りとか。あ、まあ、そんなにすぐみんな見ないんで、まあ、気軽と言ったら変ですけども、まあ、今からこれをアップロードしたりして、それから食事とかなので、まあ、時間のタイミングとして合うんじゃないかなと思ってます。以上です。